今日顎長くね長く感じた。つばさくんこんばんは。今日はついに発表されましたロードモバイルってドギルギルなんだっけというアプリのねやつがやっとね皆さんに発表されました。あと今日はあの10万ボルト TV の新作も出ましたし、今日お知らせすることが2つもあってありました今まであのダウンロードあのアプリをダウンロードしてくれしてことのある端末ではできないんですよ。でもあのもしやったことがあったら運営さんのあの公式ツイッターの DM に訳を話したらなんかどうにかならんでもないみたいならしいなのでですです。キーさんこんばんは。みつきちゃん。今日は久々の感情になった。涙出そうだった。ククこんばんは。チュタロこんばんざい。こんばんちゃん、今日ありがとう。嬉しかった、話してくれて。今日もね、でも今日は収入に来てくれたんだよね。っていうか。だからめちゃくちゃ嬉しかった。しかもライブ中のこととかも見てくれて。でもライブ中のことに気づくっていうことはあなたは今日はそれのいつもそんなこといっぱい見てくれてるって。今日の反省点はバンザイファイターのそろそろあの7人バージョンのところに行ってしまってさっちゃんに迷惑をかけたことですとても反省しています。楽屋に帰った瞬間さっちゃんにめちゃくちゃ謝りましたチュータロこんばんは。カメさんおやすみ寝るでこの土日どうやって過ごす。お家ゆっくり寝るんだって。なるほどゲームコラボする。そうそれ本当にいつもねいつもっていうか今までやったことある好きなゲームはねあの私農場ゲームが好きでそういうのが好きなの。なんか戦う系あんま好きじゃなくてだからねちょっと最初わーってなんだけど、でもあのねあの8人か一応なんかその今回なんかメンバーもどんどん参加するんだけど一応なんかそのプロジェクトメンバーみたいな感じで8人に選ばれたので頑張らなきゃいけないと思ってめちゃくちゃ頑張ってはいるんですけどね。やっぱり進み具合とかはね遅いんですけどコツコツと頑張っていきたいと思うのでぜひよかったらダウンロードしてみてください。でそうでダウンロードしてくれた人はあの申請みたいななんかそのチームに入る申請みたいなのをね忘れないでください。でメンバーはメンバー間で申請 OK できるんだけど皆さんのメンバー以外のはなんかその会社の人しかできないんだって。なのでちょっと申請に時間がかかるかもしれないかね。マスヤホみーちゃんこんばんは。あー今日も来てくれてありがとう。やほーセミタンこんばんは。たくさんこんにちは。初めてむジンさんこんにちは。ジンさん2回目何よさっき書いてたでしょでも嬉しかった。あと5時間ぐらい話したかった。今日のしおりちゃんの写真も可愛かった。ほんとあれマリアが撮ってくれた。マリアが撮ってくれた写真が一番盛れるんだよね。マリアあゆちゃんが超好み撮ってくれる写真。ええそんなにすり上がる。嘘だよ嘘。ちょっとほんとちょっとほんとし
少量予約ですよ。さあさあ、どういうこと？どういうこと？赤ちゃん、しおさんやほさき、アリスちゃんがツイートしてくれてたね。でもさ、少量前のアイドルの時のさ、ミキネコさんの時のさ、まどかちゃんって呼び方がさ、めちゃくちゃ身に染みててさ、それでいいですかって聞いたの、呼び方。そしたらなんか、なんでもいいですって感じだった。可愛かった、嬉しかった。あのちいっぱいツイートしてくれて嬉しくて、全部いいよ、ツイートリツイートとかしちゃった。嬉しい、こんなさ、こんなアイドルを好きって言ってくれるアイドルさんがいるなんて、なんで幸せなことなんでしょうか。しおり TI、やっほー、今日ありがとう、楽しかった。なんかちょっと別れを惜しむカップルみたいな雰囲気になっちゃったね。あちこちゃん、今日のジャンピン絶対にいつもの場所で大丈夫だと思ったら、コウタさんにフェイントかけられて慌てて戻った、どういうこと。ジャンピン、そう、あ、そういうことか。ジャンピンに久しぶり自分のとこ入った。一番入るのが多いのはね、どこだろう、やっぱジャンピン時代じゃないかもしれない。どこが多いの、ファイターもめっちゃ久しぶりに自分の、今日生きる者たちの一番多いの誰なんだろう。さっちゃんポジがマイカプちゃんポジが多いかもな。ああ、そろそろアークを凍らしめ、ダイナーが一番多いかも、いつもは。久々だった。ポニーテルフジのささりママに野球ピコです、こんにちは、仕事頑張って。明日は三現場回して、明後日は二現場回しの予定。家にいな。しおりちゃんいないから、いろんな現場に挨拶行ってきます。明日家の鍵でね、なくしとこうかな。いける、くそー。しみこ暮らしのノイのやつ、気がついた時にぼちぼち続けてるの。そうなの。しも最近ゲーム全くしてなくてね、なんかもともとね、昔とかに、なんかさ、星の島にゃんこみたいなやつめっちゃ高校の時クラスで流行ってて、みんなでやってた。あとツムツムとかねやってたんだけど。スケこんばんは、やっほー、スケスケタン。そうだ、みつきちゃん、スケタンに写真あげてありがとう。ハンドハマこんばんは。ぽよくん、ぽよくん、さっきとても嬉しいリポをくれてありがとう。あ、そう、今日はねリポをねみんなにしました。あのライブに来て、生誕の日に来てくれた方とか、あとね、今固定ツイートにしてる誕生日になりましたのツイートもね、ちょっと少しずつ返していけたらなと思っています。みんなに返し、みんなに返し終わったら固定で変える。でも正直ワンマンとかを固定ツイートにしたいからね、次のワンマンが発表されるまでどうしようって。頑張ってね、私は4月の BJ 出演ライブに参加するためのモチベ、あ、素敵、待ってるね。会いに来てね、しおりに。あの、家から出るね、もちろん。でもその気持ちめっちゃわかる。なんか家から出るのだるみたいな時あるよね。でもさ、だるいのに来てくれてありがとうね。でもすぐ行ってくれるのもね、すごいいいと思う。いや、自分にそこまでの感情になってくれるさ、ほら、うん。もうさ、もうさ、行った後に、ああ絶対キモかったわと思ったら、なんか嬉しく思ってくれたみたいな。恥ずかしくて耳赤くなってくさ。リプ嬉しかったよ、ありがとうね、プリンちゃん。先生、遅くなっちゃったけどね。ありがとう。こちらがありがとう。よし、こんばんは。とりあえず月1だよね。まあでもさ、人によってペースってあるじゃん。じゃあ、翼と私のは月1ってことね。OK。言ったね、月1は守ってこう。じゃあ調子よかったら月にね。4月楽しみだな。前回近未来会館だったもんね、なんか別会場分派みたいな。アリス行ってるだろうなと思ったしおちゃん生徒、本当に来てくれてたグループのメンバーさんとね、それとね、その金髪の姉さんが友達だった。それはフミの友達。あれだよ、ライブガールズジャパンであなたがアリスちゃんに
プレゼントしてくれたあのパーカー着てくれてたんだよ。すごい可愛かった。あ、だってさ、アリスちゃんって本当に冬に会った時も絶対携帯のロック画面しおりなの。アクスタも持ってたしね。なんかそこまで本当に嬉しいよね。なんかさ、ツイッター見てますとかさ、ちょっと可愛いと思ってましたってアイドルさんはたまに、すごいありがたいこといるんだけど、そこまで本当にアクスタ持ってるとかいなくない？本当に嬉しいなって思うよ、ね。その日は急遽出張で間に合う。え、見たツイート、なんか出張になったみたいな。その日の昼頃ツイートしてたよね。こっちこっちと場所変わってくれたんだけど、変わる必要なかった。でもあそこ今日の陣取り場所嬉しかったよ。もしかしたらの可能性も待ってくってくれたんだな。どうで、お誕生日ウィークに誕生日ライブ、毎日ライブ見てたから余計寂しくなっちゃう。ほんと寂しい。なんか燃え、なんかもうずっとさ、心燃えてたからさ。でもなんか正直には今その生誕とかワンマン終えて、めちゃくちゃね、いつもみんなのこと好きだけど、めっちゃ好き度マックスなの今。なんか今この状態で会った時やばい、しおりのしおりのね、やばいと思う。めっちゃ喋ると思う今。いつも喋るけど、星の島のニャンコがし、え、好きだったらさ、いっぱいさ、の猫みたいなやつね。えーちゃんこんばんは、やっほー、すすけー。3月終わるのに諦めする人もいるから BJ ばっかり言ってるってこと。どういうこと？挨拶大事？誰に？田島やっほー。でもなんかショールームの質がいいみたいな手紙に返ってくるけど、どこがいいの？いいのかな、わかんないけど、なんかさ、手紙に返ってくるって言ったら配信の質がいいんで、本当にいいんだね。いいなねーってリプくれたってことは欲しいなってことだと思ってたから、勝手に押し付けて。いいなってリプ欲しいな、いいなぁと欲しいなぁ。え、欲しいなぁ。え、リプありがとう。嬉しかったよ、また来年もお祝いしたいです。来年はクリスマスもね。あ、クリスマスは彼女か。じゃあ、付近で。それな、だるいから起きれない方がリア、あ、起きれない、もうそういう時もあるよね。そういう時もある。気づいたらね、うん、想像してた時間と違う時あるよね。わかる。しおりちゃん基本的にぶっ飛んだこととか予想外のことばっかりだから何言われても大丈夫。え、褒められてる？もしかして褒められてるのか。何言ってもいいってことね。オッケー。初めまして、この前はチェキありがとう。ただちさんありがとうございます。こんにちは。かわいい。あ、おじさん来た。こんばんは。それはそう、すぐるちゃんが言ってくれた。すぐるちゃんやっほー。受ける、そりゃそう、久しぶりに見たんだけど。そういえば今日ね、学校でスグルちゃんの話してたよ。なんかね、なんかね、自分のファンの人と結婚できる、したい、誰が一番したいみたいな話して、結構みんないけるって話をしたら、みんなと結婚できるって言ったら、すぐるちゃんの名前出したら楽しそうって言われたよ。ピーちゃんにここ突っ込むかもしれないからお願いしますって言っといたの。なるほどね、自分が言っとったってこと。もしかして、なんで今日耳赤いんだろう、イヤリングつけてない。ピーさんって呼ぶんだね。そこみたいな。名古屋の鶴舞デートリップでビーチャルパフォーマンス見ながら号泣。そうなの、そうなの、マジ覚えてる。めっちゃ久しぶりに台湾した時だよね。そう、そしたら泣いてた。どこが言ったら、でも全体的どこなんだろうと思って、しお
れのこのさ、これだな、いいって思って嬉しいけどさどうしよう、このあの議題出したの私ねとあるメンバーと話してたの、そうでセクシーの話になったよ受け写真の話いいな、あ写真か、あれとか言っちゃった写真、そうそうそう、あれマジ優しいと思った、あってはみじみて喋ったじゃ多分好きやと、好きやね、嬉しかった、あんま喋ったことないだろうに、ね、優しい対応してると思って、このほぼ高いしてるグループってことでもある、でも再熱しちゃったりしないの、なんかお約束しましてしまった、とりあえず頑張る、いろいろタイト見たりしてテンション上がるで、ね、大事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 、あーここもり焼き、あー行こう行こうってなってきてねオッケーオッケー頑張ろう、月一しおりね、タイトルやっほーやっほー、しょうちゃんにも見られてたのか、少々見た見た、その当日に仕事終わった時には物販の時間になってた、でもこうさなんかワンチャン行くわみたいな、嬉しかったよ、ワンちゃんでも考えてくれて、今回帰ったことは多分オタクみんな思ってる、マジそんなんだったらそれもう毎日調子に乗るよあんな褒めちぎってくれて全員がしおりにそう思ってたらやばい世界めちゃくちゃあのやばい嬉しかった、でもしかもずっとしおりのことを知ってくれてる人に言われたらさらに嬉しいよね、花の届きました、動画はまだ見てないけどありがとう、あ書いた、ありがとうね、本当にもうねめちゃくちゃ泣きながら書いたからありがとうあタートルさんはボイス付きチェキじゃった平日遅くても朝6時起きだから休みは予定時刻半日過ぎる、やばっと、なんかさ遅い時間早い時間とかに終わる人にさなんか眠りしてライブ来てっていうのね、でもなんか本当に本当に体は絶対に壊さないでほしいから、もしもさ今後じゃあ何日行くねって言ってて、でもめちゃくちゃ仕事終わってから家帰って遅くて3時間しか寝れない、あでも約束したから行かなきゃって時とかはもう全然大丈夫だから、なんかその自分を優先してほしいなって思うよね、これみんなにね、議題やばいし結構そういう変なっていうかね、あのね質問をしてしてるのよくメンバーにもう本当にみんな行けるって言ったもういい本当にみんな行けそう、なんか最初にさ自分のオタクって言い方ストレートだけどなんかめっちゃ好きじゃん、なんかさファンとしても好きでなんか人間として好きなんだよね、なんか何でもできそう元ヤッホー、つまり結婚式の準備、あごめんね全然見てなかった、かじゃあ今からさ一緒にジェクシーやまこすぐちゃんがくれたやつね、もっこれ本当に結婚するときってジェクシー読むのかな、もう300円でこれやばくない、めちゃくちゃ情報が、はい、あすぐるちゃんすぐるちゃん見てる、すぐるちゃんいける、うんかわいい、東京23区の感じどういう感じで見出し、指輪だって指輪分かんないな、お揃いだったら何でもいいみたいなね、あなんか昔にパパの会社の人の結婚式の時にこんな感じだった全部一緒やろ雰囲気はね、仲良くしてる人たちでも年上は基本的にさ、確かにそうだよね、マモさんとかだもんね、
なんで？なんでなんでなんで？話したいことない人と話すために無限回収からのばらまきをしてる。え、素敵。めっちゃいいことやん。これからも無限回収して。嬉しかった、なんかあのツイート嬉しかったからリツイートしたもん。多分そんな感じになると思います。素敵。素敵です。戦術はないってぐらいしおりちゃん好きだから。ああ、いいこと聞いた。あありがとう。でもそうじゃないと思うね、困る。いや、見散らかして死ぬ。スーパーノヴァこんばんは。スーパーノヴァっていう YouTuber 知ってるしおり。面白いよ、浮気調査。うちはしおりちゃんに結婚ってやってるから、そのつもりで実践。うん、もちろん。みつきちゃん、藤崎みつきです。でもさ、みつきちゃんのガチ本名で会ったことないんだよね。初めて会った、その名字の人。てか明日もしおりちゃんいないけど BGM 行く。そうなの、ちょっとダメだよ。行きたいモチベあるときは変熱と起きるら、平然と起きる。あ、モチベあるときはピチッと起きれる。やっほー、ラビタの、そう、ラビタと結婚の話をしたらみんながめちゃくちゃ納得してくれたよ。特にさっちゃんがね、あー、あとね、かなちゃんとね、その時にうなずいたの誰だっけ、マリア。マイカちゃんとか、わ、安定しそうって言われた。僕と結婚したいメンバーいましたか、いないですか。了解。でも絶対しおりが田島のこと一番好きだよ。そりゃそうだろ、そんなのが載ってるの。そう、もらったの、すぐるさんに。すぐるちゃんさ、リアルなことあれ、これ重たいのに持ってきてくれてありがとうね。重たいのに持ってきてくれたのと思ってね。エステ、エステ好きだって。俺もすごいね、ジャクシー読みながら楽しそうにしてる笑顔面白すぎる。いや、スグルちゃんね、せっかくくれたのにね、見ずに終わっちゃいそうだったからね、一緒に見ようって思った、うん、ラプンツェルこんばんは。ラプンツェルあれしてくれてたね、あのギルドに入ってくれてた気がする。年上だからシンプルする。そのまんまやん。え、もうほぼ全員なの。今日もお疲れ様でした。大天使同じギルド幸せ。ウケる、一緒にめっちゃヘルプ見てねするから、ジェシー一緒に見ながらキャッキャするのめっちゃ同性会。すぐにちゃん感謝だ。キャッ、美味しそう。これ美味しそう。これフレンチ、日本食材とフレンチの融合、コース試食付きフェアで体感だったよ。いいじゃん、食べ物大事だね。美味しそう。これ食べ物のコーナーとかないのかな。あ、美味しそう。見て、見えんかった。でかい皿にさ、ちょっとしか入ってない料理。パリ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 。なにこれ、豆腐みたい。豆腐なんじゃないか。え、可愛い子、青と白だよ。しおりやん。しおり、ここがいいな、ここ。ここはね、なにこれ、南青山。すぐるちゃん決まった、南青山。オッケー。決め手はね、
子のお肌が青と白だったから。いける。うわ、ウェディングドレスさ、着てみたい。初恋サイダー聞きたかった。さっきもショーニーがシュルセルプしてくれて真相を取るよく見てた。さっきやってた配信する前ずっとおうちっていうか電車の中とか見やってたよ。でこのね2週間前ぐらい、今日発表される2週間ぐらい前にズームで説明会みたいなのがあって、その8人で参加したの。この今回の2つのチームの一応なんかゲームのメンバーでなんか説明を受けても わけわかんなすぎて、なんかズームで説明される画面を見せながらね、でも本当意味わかんなくて、なんか全部なんかチュートリアルを完了するまでズームでやってくれたの全部。そこまではなんとか何度も処理が止めて、すいませんこれ何ですかって言いながら、でもなんとかうまくいったら、でもそこから本当にわかんなくて、なんかなんだっけ、ここで何をあげる、何をどうしたらいいか分かんなくてね、めっちゃマリアに LINE して、マリア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 そしたらのがあった。みんなめちゃくちゃ早いと思った。2週間でめちゃくちゃ頑張って10、なんか今日までに10って言われてたの。なんか今日までにその2週間前ぐらいに説明会があって、今日までに10まで、上限が10まで、10越さないでくださいって言われて、今日のみんなに発表するほんと数時間前に10いったの、やっとっていうね。あ、それ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 、あ、これが難しい、ゲームって難しいね。課金しそう、普通にすぐすぐ課金しそうってメンバーにも言われた気をつけないと。丸のお顔の人がさすぎて何も言ってないのに、しおりちゃんの写真とかくれるんだよね。ありがたや、嬉しい。でもなんかさ、なんかその誰々イコールしおりみたいな、みすきちゃんイコールしおりみたいなさ、嬉しい、そういうの。ありがたや、マジ珍しくないね。うちも同級生には一人もいなかったけど。何が珍しくない？しおり今日会話できなくない？しおりしおりやばくない？何の話？何の話？不思議とそうなのよ。わら目覚ましの 100% だし、なくても注目的が割と間に合う時間に起きる、めっちゃいいことやん。いいな、それもそうパッと起きたい。でも大学行ってた時とか、大学卒業してからすぐとかはもうなんか、うん、アラームつけてなくても同じ時間ぐらいに大体目が覚めてたの。もう最近はもう目覚ましつけなかったらもういくらでも寝れるよ今日は8時ぐらいに起きたから目覚ましかけてなかった。8時早い方だ、目覚まし してなかったら。遅かったら10時とか11時に起きる。大体9時ぐらいかな、それで3時ぐらい寝て9時ぐらいに起きる。3時台とかに寝ることが一番多いかも。あ、5月2日のお昼2時までだって。だから新宿で降りて会場近くなったか。あ、そうなの？わかんないけどね、可愛いね。なんか本みたいな話しちゃう。家計管理、ライフプラン、保険、投資。今日は何なんですか？相談しようだって。いける。え、それさ、将来さ家族とかと一緒になんか旅行とか行きたいっていう夢。明日はいないから通所と許して BG では10枚ぐらいしか取れないから。そんなに取りすぎじゃね？正直と式挙げるときに
頑張って貯金します。貯まる頃におじいちゃん、おじいちゃんになっちゃうね。でもさ、モンタって本当に見た目とさ中身違うよね。見た目と中身じゃない、見た目と中身と年齢違うよね。絶対若く見られるでしょ。今までの人生タジオはタジオだよって言うんだよ。ザキヤー、今もずっとやってる。みんなやってよ、みんなやってさ、しおりがいる方に入って。でもどっちに入っても、そう、2つチームがあるんだけど、どっちのチームに入ってもバンジージャパンとしてのチームだから敵とかじゃないの。だからこそ少量した人は一緒の近くに陣取ってそう、 BJ びっくりチームと BJ をなんか BJ3 文字しかできなくて、 BJ は BJ だからなんか適当になって、そうなった。うちはね、リーダーがマリアの、部員がしおりかなせなで、もう一つのチームがリーダーが葵のふみゆみ、みや、今同じチームのメンバーの中で一番強いのがマリ、次に強いのがカナ、3番でセラちゃんは今あのショールミメントしてるからとか、シガルジャパンだし、あのレッスンとかで覚えることも多いしね。どうもばやりながら見てる、素敵。さっきも入っちゃったね、あれしてくれたもん、ヘルプ。式場は食事で選ぶ、よかったすっごい適当に美味しそうとか言ってたけど、リッチなご飯ね。南青山了解お花の色で決めた、よろしく。タジオはタジオ、それ何、タジオはタジオ、そうだねえねえ、ゆりちゃんの店かさあやってくれたの、田島ありがとう。そうかなと思って、せっかく帰ってくれたアイドルさんに絶対ご挨拶行こうと思って、今日百妖怪さんに挨拶し、皆さんと写真撮ってもらった。あとはキトアイさんとゆりちゃんって思うと、仲良しのアイドルさん本当にこと1年で辞めたよね。それで寂しいな、毎年書いてくれてた仲良しのアイドルさんみんな辞めちゃったてか仲良しのおしめ、あ、アイドルさんもだけどおしめも辞めたしね、今年結構2021年らへん、先月も好きなアイドル辞めたしそういう1年でした。新郎新婦あんまり食べれないけど、しおりちゃん完食しそう。でもさ、どうなんだろうね、ドレス着てたらさ我慢しなきゃいけないのか。エラちゃん結婚式やった？それ結婚式呼んでください。ちょっと待ったやるから。ちょっと待ったでラスク持ってきて、ラスク山盛り。そしたらやめるから。ユイトさんこんにちは。ユイト。それが地元で一番仲良かった男の子の名前だ。ユイト。難しい。お宅からの余興は BJ 動物園で行きます。楽しそう楽しそう。じゃあしおりのみんな呼んであげるね、結婚式。レナちゃんとの、それとレナちゃんの結婚式呼んであげるから、動物園やって。ゼクシーは婚姻届入ってるイメージ。ああ確かに。え、でも役所じゃない、役所にさえ取りに行くのがいいんだよ。役所には提出するだけなのか分かんないけど、どこに書いちゃう。え、見たい見たい。付録この中に入っちゃう。付録この中にあるやん。これ洗濯ネット、これいいね、今月号の服いいですとても使えます。のじさんこんにちは。ソムラーコさんこんにちは。タブレットで今日ダウンロードして進めて、素敵、タブレットでできるだろうしね。
それ持ち歩きできる端末一つしかないからさ、なかなか大変。そうそうそう、全部やるってなるとね。苗字の話、あーはいはい、マジこれか。同級生には一人もいなかった。え、なんかさ聞いたところいそうじゃん。なんかすっごいなんかさ、え、初めて聞いたみたいな、神宮寺リアの神宮寺みたいなのさぐらいさ、なんかすごい珍しいってわけじゃないけど、いなかった、出会ったことないよ。えー、こういう時見たい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 だけなんよ今日やばいね。何が何が、何がだよ急に悪態つく人おやすみー、ザキハートありがとう、やっほー。ビジュアル自分、それさ小児がいない時、いる時の話でしょ。家族旅行めっちゃいいよね。なんか憧れるんだよね、妄想するよく。特技もそうだからね、妄想するの。結婚したスタシオルの未来いいよね、家族旅行いいね。でも結婚して子供ができるまでの期間が一番楽しそう。誰やねんってね。ビジオの、え、入ってくれてるの知ってる、ありがとう。ゆうまさん200回目の訪問おめでとうだってって書いてあるよ。来週都内でライブあるよ。4月のね、1週目と2週目は都内にいるから、みんな会いに来てください、お願い。で来週のね、4月2日の土曜日は新曲お披露目です。新曲お披露目です。なんか今までのバンジョージャパンにない曲ですね。なんかねこれね、本当にね、今までのバンジョージャパンでない曲ってね、10回ぐらい行ったことあるんだけどね、本当にそんな感じ。なんかね、うーん、ネタバレって難しいね。実年齢よりはね、けど最近老いを感じ、老い感じのどういうとこに。鈴木待ってるよ来週。ケイスケよ、ケイスケ。アデルジョパンの共演の人たちと行ったのね、行ったのね。小チーズ仲良しのアイドルさんもそう、この1年ぐらいで本当にいっぱいやめてたね。顔に仲良しの腰痛持ちさんになって、今日聞いて、今日全然痛くないの。なんでかなと思ったら、気圧が今日は低くなかったから、雨降ってなかったし、雨降ってないんだけど、本当に全然違うよね。バケツさんこんにちは、やめるんかい。すごい、じゃあ見つけちゃった、コメントだけ。なんでピンクなの、セクシーだとピンクなの。へえ。やったぜ。ゆさこまた、今日もいたね。あ、ありがとう。1時10分。今日ちょっと早く。証人がいるんだって。なんで証人がいるんだろう。こういう時は基本ベースが合ってれば基本なんでも。あ、そうなの？自由に書けるな。200日アニバーサリー、ハプネスラブソー、ビタースイート。恋は甘くて苦い、溶けてくような忘れられない。難しいね。大愛を抜いてたら超規模で レストランウェディング、うわー美味しかった。レストランウェディングドレス着てるときってさ、ご飯控えなきゃいけないんだよね、きっと。やばいよね。何があって、買い物キャッチボールよし、あるあるなんだよね、買い物キャッチボールできない日、本当にできない。ごめんね、ごめんね。思い描いてた恋とか愛とか耳かよ。ジェクシーの恋届けても役所に持っていけばそうだの。本当に結婚する時だったら白い方が良くない、このって感じ。眠気マックス配信ありがとう。おやすみつキング、眠気マック。
ひろしゃいんさんこんにちは。かわいい。こんにちは。嬉しい。結婚してしばらく歌う時間も大切にしたいよね。そういうこと髪のしながら言ってよ。かゆしおりちゃんがいないときは都内つくみ前とチェキと歌ってきますよ。しおりウェディングドレス見たいけどブルーミニスカートでライブしたいな。だよかたーん。ヤフーアイミダイングリさんこんにちは。ヤフーヤフーで検索。まあ全員とは取らないけど。はカラのキャップジボールがキャップシンキャップシン。ピンチの物販は注文してきたからがっつり書いた時でどういった方が一番いいのかわからん。がっつり書いた時ってどういうこと？チェキとか？もうそのままだよ。一回にバーンっていったら、いけ。で、こう合ってる？例えば10枚の時とかってことはもう一気に10枚ですって言ったら。できるよ？うんうん。そしたら、ずっと参加する。連続でって感じ。未だに分からん。聞いて何でも。レベル9まで上がった？え？今日始めたのに？課金したやろ。え？早すぎじゃない？めちゃくちゃ時間かけてさ。すごい。一日で上がるの。すごい。初任の人がいる方がテンション上がるか。そういうこと？なんかさ、借金なんかやばいやつみたいじゃない？なんか証人があったのなんかあった時の電話みたいなイメージか。テンションの問題なの？たけしよ、たけしもギルド参加してくれてありがとう。さっきさ、お互いにヘルプし合って受けたね。ずっとさ、お互いに助けてたじゃん。見たことあるのが人数多くて、あ、そうですよ、めちゃくちゃ人数多いところです。こんにちは。人数多いところのニコニコ担当です。しおりちゃんレベル10まで上がったけどやめとく？え、やめないでいいよ、もうどんどん上げてもらって。もちろん私もそっち派だよ。そっち派。そろそろ寝ないとなんで、私のお休み、遅くなっちゃったかな、ね、ごめんね。ひろしこんばんは。やっほー、誕生日おめでとう。ずっと言う。課金してなくて今日で9いくのやばくない？そう。もう一度私の名前言ってもらってもいいですか？はい、あいみだいぬりさんですか？え、大丈夫ですか？疑ってしまう。なんか変なこと言わせてるんじゃないかって。キラージを書く練習しようか。でもなんか汚いとか言ってた割にそんな汚くなかったんだけど。え、じゃあ次のやつはしおりの好きなところを書いて。何でもいいよ、スクショでもいいし紙でもいい。買った？これが今書いてほしいこと。中頼んでいいんだ。めっちゃ厄介になりそうで引いてた。厄介だと思ったらじゃあ言うね。今は厄介だよって。でも頼んで大丈夫だよ、上限。なんか本当に混んでたりしたらあれかもしれないけど、普段はね大丈夫だよ。了解、ガンガンあげとく。よろしく。誕生日もありがとう、ありがとう。近いもんね誕生日。激近い。そっち派はこういう時は役所にもらいに行くからいいってところかな。そっち、あ、はいはい、一緒だね。ノリだよ。ありがとうございます。いえいえ、星投げてくれてありがとう。ダメだ、星投げたら投票にしないと。ごめんなさい、投げてくれてるのメンバーが参加してやばい。ずっと解放してたわ。
ムジカルアサルト、こんばんは。厄介、厄介なの？厄介の人って自分で厄介って言わないって知ってた？もうちょっとでおしまいにしようかな。明日はなんと、明日、明後日だった。遠征ということでね。うなに2枚くらいで終わらせてしまう？ 2 枚くらい？あ、チェキか。前回そうだったね。でも全然無難じゃないよ。2枚も撮ってくれてんだから。1枚、1枚撮ってお話ししてくれることが嬉しい。スクショ文書手書きすべて使ってね、使って作るのいっぱい。でもすぐ知りたいんだけど。すぐ知りたいんだけど。やっとお城レベル5になった。素敵。コツコツやってね。なんかさ、時間スキップできるやつあるよね。あれ使ったよ、めっちゃ。あれ使ってなんとかお城レベル上げた。かわいい、頑張ってくれ。え、今日もね、楽屋でね、そう、今日、その、もともと、その8人のメンバーは、めちゃくちゃな、もうずっと前からやってるんだけど、他のメンバーね、10人ぐらいはね、今日、その URL から、ダウンロードしてやってくれてるんだけど、ね、ずっとやってたよ、楽屋も。帰るとかも、めっちゃかわいいと、かわいいと。みんなこの次ゲームやってる。しおりちゃんの顔が美味しそう、食べてもいいよ。あ、これ厄介ってことは、しなんか厄介と思うね、基準がね、多分ね、高いのかな、あんまりね思わないんだよね、厄介って。なんか誰がどう見てもさ、厄介じゃね、だるくねみたいな時は思うけど、思ってもね、言う時と言わない時あるかも。やんわり伝えるかな。星投げてた。少女化さ、設定するのさ、忘れてたよ。生産的にいつでもこのくらいの枚数なら問題ない数字。え、でも連続だったら初めて、え、覚えてないな。一番多くて10枚が一番多い。続けて撮ってくれた人かな。めっちゃ喋れる。でもキトアイさん、キトアイさんと同じ事務所ですよ。ナオヒアンさん、キトアイさん推しですか。スモミキさん、こんにちは。明日作ります。やった、楽しみにしてる。みやびこんばんは。ジチャルこんばんは。思いつく限り変えて。てん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 、しちゃった。そう、明日遠征だから早いの、朝が。ということで、このあと明日の、明日からの準備まだしてないんだよね。でもすぐ終わるそうだから準備して、ロードモバイルやって寝ます。で、明日の行き帰りでまたね、お誕生日ツイートの今度はリプをね、返していきたいと思います。今日はね、そう、あのライブに来てくれた方のやつを主に返してたので感じです。バイバーイ。